防災アプリって何ができるの？加須市防災アプリは加須市の防災情報を集約したスマートフォンアプリです。インストールすると避難情報や防災行政無線の放送内容、避難場所やハザードマップなどがお手元でいつでもすぐに確認できます。まずはお手持ちのスマートフォンで Google Play または App Store から加須市防災アプリを検索しインストールします。インストールが終了したらホーム画面の黄色いアイコンをタップ。防災地図では地震での揺れやすさや洪水が発生した場合の浸水する水の深さが確認できます。避難場所をクリックすると詳細情報が表示され、災害時には避難場所の開設状況や混雑状況を確認できます。ルート案内をタップすると Google マップが開き、避難場所までのルートが表示されます。避難する際は実際の交通規制や冠水状況に注意して避難しましょう。お知らせでは防災無線の放送内容を確認できます。災害時には避難情報や避難場所の開設情報などを配信します。災害体験 AR は AR 技術を活用した機能です。洪水が発生した場合の今いる場所の浸水する深さを確認できます。防災ライブラリでは防災知識の習得に、リンク集では災害が迫った時の情報収集に役立つリンクを掲載しています。防災アプリは一人一人に場所を問わず防災情報を届けます。いざという時に備えインストールしましょう。